車バイク、バカ一台と申します。初の動画投稿です。お見苦しいところや聞き苦しいところが、多々あると思いますが、どうぞご容赦ください。またまたバイクを買ってしまいました。今回購入したのは、TZM50R。ヤフオクをブラブラ覗いていると、見つけました。掘り出し物。春以降はこの金額では落札できないだろうものが、超掘り出し価格。画像だけしか見ていませんが、見た目も綺麗で、実際に今の出品者が、乗られているとのこと。それならそこまで程度は悪くないだろうと、思い、現車確認もせず。まだ誰も入札していなかったので、買ってやれ、と、即決ボタンをポチ、やってしまいました。バイク病、発病です。ちなみに今回で4代目。ゲンスケさん曰く、4代目はバイ吉とのこと。私もいよいよその域まで来ちゃいました。落札後、出品者に連絡を、し、落札の翌日に引き取ってきました。引き取りは、姉から拝借したファンカー後で、行きました。この車、本当にいい車です。後ろがリアルにフラットになるので、TZM くらいなら簡単に、詰めてしまいます。今、流行りの、車中泊も完璧です。以前にビラーゴを運んだ時は、助手席を外しはしましたが、あの長い車体が余裕で、入りました。もしトランプをご検討されている方は、ファンカー後もありだと思います。燃費もそこそこいいですし。出ました、TZM。マジでかっこいいです。ちなみにラダーはまだ購入していないので、家の前の溝にはまっていたブレーキングで、代用しました。ファンカー後が提唱なのでなせる技です。エンジンをかけ実車を確認します。ブースト独特の音、匂い、煙。もう二度と乗る前と思っていただけに、感動この上なしです。若かったあの頃の思い出が蘇ってきます。どこか不具合は、あるだろうと、変態チックな期待を、していたのですが、電装も特に問題なく、拍子抜けなくらい調子は、良さそうです。ただ、さすがにこのバイクで30キロ制限はストレスマックスなので、今後ボアアップをして、日登録する予定です。その際はまた動画をアップさせていただきます。しかし、いい買い物をしました。いやー満足満足。それでは今日はこの辺で。